皆さんこんこ今回は STEAM で配信されているこちらのメタワークホテルシミュレーターに挑戦していきたいと思います。はい。ということでこちらは2023年4月8日に発売されたまだ早期アクセスのタイトルですね。ご覧の通りホテルを経営してホテルで働く。 シミュレーターゲータゲムになるのかな。のか残念ながら日本語には対応してないんですが早速どんなゲームなのかプレイしてみましょうよしじゃあニューゲームですねやってみましょうかはいまずはホテルを選ぶ感じで現状だとこの最初のエルバイスモーテルモーテルなんですねこれを。 購入はい。あ、これでもう一回選べばいいのか。なるほど。ああ、このホテルのオーナーになった。なるほど。ああ、だーいぶ古そうですね。Go to hotel lobby, buy ス place, reception desk を買お顔。いやーあー、でもいいですね。雰囲気いいじゃないですか。エール、エルビスモーテルか。 荒野のど真ん中、ハイウェイ横にある感じなのかなえー、いいで、はいはい、開けられて、いや、汚いな。ここ、受付。で、タブレットがタブ。あ、いろいろありますね。あー、ここでまずはビットコインもあるぞ。これかなハディババ。これで、 レセプションデスクを560かなん。あ、これで入ったこうだ。5000ドルしかないですもんね。メッセージとか、これで予約とかできるのかな。あー、ローンもできる感じですね。ルーレットがある <laughs>。ギャンブルできますね。オンラインカジノがある。 ああ、その、通、色のとこに泊まったらあれか。3倍ぐらいベッド。あ、一番低くて50ドル一回やってみましょうか。赤。赤来い。ギャンブルもできますね。赤来い。赤。あーあ、あやりましたね。 増えた <laughs> なるほど <laughs>。これビットコインですよね。ビットコインも買えるのエアブーンって、エアビーみたいなやつあー、ドワールド。広告が打てんのかなで、あ水道代、ガス代、電気代。銀行へのローン返却かな返済かな あとはインターネット代税金。結構ありますね。なるほど。え、で、買ったやつはもう入ってんのこれ。あ、入ってますね。即、いけると。あー、なるほど。これで、こんな感じで、遅そ <laughs> 回転して、ここが、 ホテルの受付になるってことですよね。はい。で、GoTo ルームナンバー101へ行こう。これダッシュはできないの。あー、なんか持ってますね。あ、101、これか。あー、汚っ。<laughs> あー、ウォールペーパーを変える これああ、あーあー、一瞬で変わるの。嘘。<laughs> あ、お金がかかるのか。あ、色を決められるわけですね。えー、あ全部値段一緒だから、どうしよう。ちょっと模様が、まあ、こんな感じにしようかな。これで、はい。 バネすぐなくななそうだなあーフロアルームフロアもああいいですねあここら辺は楽にできると明るい感じがいいかなこういう感じああどうしようこれにしようかなはいで天井もああなるほどなるほどちょっと待って だいぶきり、こういう感じにしようかな。はい。結構お金かかるぞ。あー、ウィンドウも、ウィンドウはハンマーでやると。あー、壊すんじゃなくて直せるんですね。まあ、一番安いやつでいっかお金が、やばいですね。あ、ドアも、変えられるっとあー、 これかななるほど。ベッドとトイレ、シャワーと、ハウセットってなんだとりあえずそこら辺が必要と。ここに、トイレ、シャワーですよね。バス、トイレだと思うんで。買ってみるか。え、お金がなくなりそうなんですけど <laughs>。これと、安いやつでやった方がいいな。 あー、ベッドもありますね。安いベッドでいいと思うんだけどな。400ぐらい。あー、あと蛇口ですね。蛇口ってことはやっぱり、あの洗面器みたいのが必要ってことか。よし、これ1450。もうお金がないけど。はい。これを置いていけばいいのトイレを。 あとで動かせるのが、あ、ピックアップもできますね。だいぶ汚いけど。で、シャワーはこれか。で、洗面は、ここら辺に置いときましょうか。洗面器。はい。で、ベッドを、あでかいな、ベッド。 ここら辺かなベッド。とりあえず置いてみましょうか。で、ライトも。はい。スイッチも必要なのか。汚いな、ここ。はい。暗っ。ああ、着きましたね。ああ、ルームイズレディ。あで、ちゃんと予約来るのを待つと。あ、なんか来ましたね。あ、これで入ってくるの 今のやつを置けば、あ、人来ましたね。あ、なるほど。受付からってこと暗っ <laughs> そこも電気ないとやばいですね。真っ暗なが来てる。え、<laughs> F で、あ、ジャクソンさん、チェックドインってことお、ここ、ライトつけないと、やばいな。これ買って、 何にも見えないですよね。ああ、ついてんのがこれ。クラ <laughs> <laughs> あ,あジャクソンさん、中で入れんのあ、中入れないん、ね、だ、この時あーバ場合はウォッシングマシーン。ウォッシングマシーンとか、これか。お金がもうなくなるけど。エアコンとかもありますもんね。 ラウンドリールームってどこだそっちがお客さんのシーツとかを洗うところってことかなここか。これは何ど、どこだ <laughs> ラウンド、あー、ここか。隣にありますね。ラウンドリールームかな。あ、なんかそんな感じだな。とりあえず暗い。あー、そうですね。ここに置ける。はい。 あ、で、部屋の掃除あ、もういなくなっちゃったんだ。早いですね。暗いんですけど。あ、来たな。<laughs> リムーブザベッドシーツ F。あ、これを洗濯機で洗うってこと。<laughs> そういうのなんか細かい感じなんですね。持ってきて。はい。あ、もう綺麗。まだ、まだですよね。このゴミを。 あ、ゴミをこれで片付けるのか。暗いな。汚っ。めちゃくちゃ汚い。で、空き掃除あ、綺麗になった。これは、こっちってこと <laughs> 清掃作業が必要なんだ。 ああ、これは掃き掃除か。テレビとかも置けんのかなえ、お金はどんぐらい入ったもうお金298しかないんですけど。ここは回ってんのあ、これか。ああ、すごい、ちゃんと回り出す。<laughs> なるほど。それでやってくわけですね。ちょっとここも暗いから。 明かりをつけよう。ああ、終わったっぽいな。ね。まあ、ちょっと明るくなった。ねえ。<laughs> 綺麗にしたシーツを戻して、また新しいお客さん迎えられるってことか。はい。ああ、綺麗になりましたね。はいはいはい。ああ、やることは分かった。ここも汚れあんのか。暗くて全然見えない。 はあ,あ。あ、これで、できたってことちょっと夜無理だな、これ <laughs>。明かりをもうちょっと置いてかないと、何にも見えないんですけど、ただもうお金がないんですよね。もう一個明かりを置いてみるか。ここら辺。はい。あ、これでちょっと明るくなったから、お金は入ったのそれ。 とりあえず全体的にめちゃくちゃ暗い。あ。大変ですね、これ <laughs>。あ、来た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 。新しいお客さんですね。いや、お金がもうないかな。借金しないと無理だな。これアルバイトとか雇えんのあ、来ましたね。いや、夜勘弁してほしい。 はいはい。新しい人来た。はい。オッケーあ、一日なんですね。いったいった。え、お,お金はいつもらってんの <laughs> <laughs> あー、え、ジャクソンさん。最悪ですね。これが評判か。だいぶ悪いな。 あーで、水道代とかも、ここでかかってくると。あ、もう少しで夜明けか。だいぶ評判悪かったな。いや、外にも明かり欲しいですね。なんか暗い。いお金が、ありないですよね。部屋をバンバン開けてって、これ最初から部屋は、 いけるってことあ、いけるんですね。そのベッドとかトイレとか置いてけば使えるようになるのか。お金ないけど。ね、お金さえいつもらってんだろうな。あー、明るくなってきた。これだったら清掃作業とかも楽ですよね。あ、出てったかも。あー、夜明けですね。あー、帰ってく。なるほど。 で、終わったら、清掃作業か。汚い。<laughs> めちゃくちゃ汚いな。いいか。これで、シーツをまず、洗わなきゃいけないとで。お金増えてないんですけど。ではい。いや、かなり汚い。 早く清掃作業してやっていかないとダメってことですよね。こんなもんか。で、あとは汚れを。あき掃除じゃないのか、これは。ああ、そこか。 え、お金が入ってないけど。どっかに置かれてんのかなで、あとはベッドシーツをやれば OK かなはい。綺麗なシーツを。 設置とこういう感じですよね。で、閉めると。<laughs> お金が全然入ってないんですけど。<laughs> なこの名前とか変えられないのかな、ホテルの。あ、これ出れないんだ。こっから出れないですね。いや、だいぶひどいな、このホテル。<笑><笑> 評判めちゃくちゃ悪いですね。お金を受け取れてない。あ、また来た。他の人。最初に支払われてるのかな。282から増えればいいのか。あ、来ましたね。新しい人。ああ。また女性か。うーん。これでいいの あ、増えてる増えてる。めちゃくちゃ安いんだな。<laughs> 30ドルちょっとぐらいってこと <laughs> あれ無理でしょ。<laughs> あれは厳しくないですか全然増えないんですけど。借金してあれした方がいいかな。やっぱアルバイトとかいないとかなり厳しそうですよね。評判も悪いし。あの、左上の やつが、評判メーターかな。100分の68みたいな。来たお客さんになるか。それが、増えると、なんかアップグレードされるのか。部屋はいっぱいありますからね。えー、でもなかなか厳しいものがあるの。<laughs> とお客さん出てくるのを待ちましょうか。結構一人当たりの滞在時間も長いんで、 回転率がなぁ。でも人が増えたら逆に手が回らなくなると思うんですよね。一人でやってたら。あたルーレットで稼ぐしかないですよね。ルーレットで稼がないと無理でしょ、これ。<laughs> あー、出てきたこれで、また頑張るしかないですよね。あー、車も <laughs>。はいはいはい。それはいいんですけど。 多分、ああ、十にやっぱ減ってるのは評判ですよね。評判悪いな。汚。<laughs> それほんと汚いな。うん、結構、5部屋ぐらい前だったらなんとかなるか。この 洗濯マシンもバンバン増やさないとよくよくは厳しいってことですよね。いや、清掃作業大変ですよね。<laughs> 汚すぎ。<laughs> もうちょっと綺麗に使ってほしいんですけど。あー、汚っ評判上げないと大変なことになりそうだな。 いやー、お金借りないと無理ですよね <laughs>。それかなんか、Wi-Fi とかあればいいのかな。これ、そっか、あとテレビか。エアコンもないとダメか。これ買ってまっすぐ来るんで。やっぱり、これ高すぎですよね <laughs>。えー、50 パワーはすごいな。金利50%。お金がやばいな。とりあえずイ,インターネットだけでも使ってもらえる Wi-Fi ですよね。これでだいぶ変わると思うんだけどな。Wi-Fi を、Wi-Fi ルーター、ここら辺置いていくか。<laughs> もうちょっと快適な空間にしないとレビューがえですよね。 なんか安くて効果ありそうなものを。テレビ、エアコンはないとダメだと思うんですよね。ここら辺あってもな。先にエアコンですよね。えー、でもこれ借金するしかないか。ルーレットとかで返すか。1万借りましょうか。1万5千返却しなきゃいけないけど。 あれ借りたらもう、1日3000ドル返却しなきゃいけないんだ。やばいですね、これ <laughs>。これ銀行から借りたらもう返済できないと思うんですけど <laughs>。あー、また女性ですね。女性客多いな。はい。これ1日以上とか金額は決められないのか。で、また50ドルってことですよね、これ。 <laughs> え<ー笑>安すぎるなやっぱ部屋増やしてやってくか1 <laughs> 部屋当たり1回1泊50度だと絶対無理な気がしてきたな <laughs> この部屋全部稼働させたら面白そうですよね。ちょっとライブ配信でやってみようかな。とりあえず今回は一度この値で終わりにしましょう。